僕の1位、そう、鎌田選手ですね。ああ、ベガサポ一番投票高いんじゃない？ね、鎌田選手僕選んだ理由は去年との伸びしろえぐくねって、伸び率半端ない、うん、今年はもうどれかしてくれっていう人、そうですね、一人だったという、生で見たけどすごいっすよ、あのぬるって脱いだりとか剥がすとか、うん、いやそりゃね、今なんかトスとかからちょっと噂出てますけども、そうなんだ、でも欲しいよね J1、 欲しいと思う、それこそ川原選手と2人で組ませたらめっちゃ面白いと思うけど、ね、やべやばそう、しかもトスなんかちょっと気になって調べたんですけどね、結構川原選手はなんか決まってんすよ、もうドーンってずっと、うん、でも相方が結構ね、まあ相手に合わせてるのかもしんないけど、うん、結構変わってるんですよ、固定ではないんですよ、あ、今思ったけど鎌田兄ちゃん、あ、そうそうそう、トスじゃん、そうなんですよ、だからここで兄弟なんかみたいなの、ベガサポもね盛り上がってましたけど、なるほど、悩ましいね、でもね、手放すべきか、成長を、そう、海外まで羽ばたいていくのを見届けるか、それとも囲うか、まあでも絶対一回 J1 でワンステップありますもんね、うん、でもあれですね、選ぶチームによるかなって気がするな、ちょっと僕の中でトスだったらなんかいいんじゃないかなってちょっと思うんですよ、ハードワーク向いてるし、アカデミーしっかりしてるし、選手をちゃんと見てるというか、うん、お金で買わないっていうか、うん、ピークだから買いますみたいなじゃなくて、はい、っていう目で見てもいいなっていう、うん、ピークだから買いますチームってどこなんだ、それ言うとなんかあれですけどね、結構ケーベとかなるほど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 、ちょっと前の赤いとこ、赤いユーラワレユーラワとか鹿島とかでもいいですけどね、鹿島でもだってなんかちょっと合わないかなっていうプレーが、そうだね、セレッソとかもいいかもしれないなっていう気がするんですよね、あ、うん、まあ、札幌とかもいいんじゃないですかね、いい監督の下とかもいいかもしれない、あ、確かにね、親心だね、親心ですねっていう意味でも残ってほしいけどね、うん。